はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、ディアブロイモータル大成功してしまうという話をしていきたいと思います。はい。まあね、このディアブロイモータルというゲーム、まあ結構賛否両論なんですよね。やっぱりディアブロっていうゲーム自体が今まで長い歴史をまあ、こう紡いできた中で、まあかなり、まあコアなファンが多くて、そしてまあこのゲーム自体がやり込みっていうところを最重視していた。ゲームではあるので、今回のスマートフォン向けのディアブロ、課金要素がありますよっていうディアブロについては、かなり賛否両論あったところで、まあそうですね、メタスコア、メタクリティックっていうサイトで出している、まあゲームを評価するスコアみたいなのがあるんだけど、まあそれもすごく低くてね、もう最悪な状況になっているという、そんな状態で、もう大炎上しまくっているというね、現状があります。ただ、このゲーム、成功しているというね、話なんですよ。はい。何をもって成功しているかという話ではあるんですよね。もちろんユーザーの期待に応えまくった成功の形もあると思うし、そうではなくて、めちゃくちゃ稼ぎまくったっていう意味での成功もあると思うんですよ。で、今回の話、どっちかっていうと、後者の方ですね。結構稼ぎまくってるぞという、そんな話があります。はい。なので、まぁ、ちょっとね、今回はそこら辺の話をね、していこうかなというふうに思います。というわけで、よかったらね、最後まで見てってくれると嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、このね、ディアブロイモータルっていうゲームは、6月のね、頭から、スタートしていまして、まぁ、しばらくね、もうリリースされて経ったんだけど、もうすでにね、もう、やめたっていう人も、中にはいると思うんですよね、結構。っていうのも、まあ、そのゲーム自体、このディアブロイモータルっていうゲーム自体が今までのディアブロの遊び方からちょっとかけ離れてたっていうのがあるんだよね。まあちょっとね、今までは時間をかけて自分がどんどん強くなっていくっていうところのね、代名詞だったゲームなんだけど、そこに対してこのディアブロイモータルは、まあお金をかけることができますよっていう、まあ、システムだったんだよ。っていうのもあって、まあ既存のディアブロユーザーからは、いやなんだよそれって言われているわけですよね。まあただ、一方で、その、まあ結構 MMO 色の強いゲームになっていて、まあ今までのスマホ MMO をメインに楽しんでいた祖母からしてみれば、普通に良心的だし楽しんでゲームはできるよねっていう、まあちょっと今までどういうゲームをやってきたかとか、あとはこのディアブロイモータルっていうゲームに対してとか、まあディアブロっていうものに対してとかね、そういったところの意識の差で、まあ、結構評価が割れてるわけですよ。という感じでまあ結構賛否両論多く炎上もしているわけなんですけども、稼いでるんですよね、結構。はい。まあ、そんなデータがありますよ、というね、感じの話を今回していこうと思うんですけども、まずは、まあ、じゃあ、どこの国で一番売れているか、収益を上げているかっていうところだよね。どこだと思いますか？まあ、考えればわかると思うんですけど、まあ、このゲーム自体がね、まあ、ディアブロというゲーム自体というか、このブリザード自体が、このアメリカの会社なんで、アメリカに拠点を置いてる会社なんで、まあ、アメリカが1位だよねっていうところはまあわかると思うんですよ。で、まあ、このゲーム全体の売り上げの、まあ、大体半分ぐらい、50% ぐらいは、もうアメリカから収益を上げていますよっていう感じなんだよね。じゃあ、2番ってどこだと思いますか？2番ってどこだと思いますか、これ。いろんな国で今までね、ディアブロっていう歴史はもうどんどん語られているわけですよ。もちろんね、アメリカだけではなく、ヨーロッパとかね、そっちでもディアブロっていうゲームはもう大人気です。もうここ20年以上かけてディアブロっていうゲームはもう名を馳せてきました。はい、ヨーロッパ諸国でもね。で、そんなこのディアブロイモータルなんだけど、じゃあ、2番目に課金率の高い収益を上げている国、どこかっつったら、日本なんですよ。やばくないですか？だって、ディアブロだよ。ディアブロなんてさ、日本でもう本当にオタクしか知らない、オタクしかやってないみたいな、もうそんなゲームなんですよ。言うたらね、妖芸で、まああんまりその、まあ、日本人受けもしない見た目でとかね、いろいろあって、まあ、そういったいろんな問題で日本ではまああんまり浸透しないだろうなと思っていたゲームではあるんだけど、ただ、現実問題、アメリカの次にどこの国で収益を上げてるかっていうと、日本なんですよ。と思った。俺これ見た時に。マジで？と思って。で、まあ、そのね、割と近しいぐらいで、まあ、韓国とか、まあ、そういった国があるんだけど、まあ、とにかく2番手に日本がいると。すごくないですか？
あ、そんなに売れてるんだと思って、まあその結構課金への抵抗っていうところが割と日本は低いんだよね。結構他の国とかではやっぱりアプリに対してそのガチャ課金とかそういったところはかなり抵抗感がやっぱあるんだけど、日本はやっぱりそのね、まあスマートフォンゲーム、ソーシャルゲームっていうところが浸透しているがゆえにかなり課金に対しての抵抗が低いっていうところが、まあ、そういったバックグラウンドがあるから、まあこういった結果になってるのかなというふうに思うんだけど、まあそういった感じなんですよ。はい。まあその時点でも結構すごい話ではあるんだけど、で、まあ、北米のね、このセールスチャートがあるんですよね。アップルストアとかの、まあ、セールスチャートがあるんですよ。はい。で、ここのランキングで、もうディアブロイモータルずーっと上位に入ってます。はい。まあ今で言うと、まあ、7位ぐらいではあるんだけど、まあ、一時期はね、5位とかね、もうちょっと上にもいた時もあるのかな。リリース当初はもうちょっと上にいたりだとかもしたんだけど、本当に、まあこの最近リリースされた、もう大人気 FPS ゲーム、Apex Legends のモバイル版、Apex Legends モバイルがね、最近出たんだけど、もうそれと張り合うように、もうめちゃくちゃ上位にずっといるんですよね。めちゃくちゃ売れてます。めちゃくちゃ売れてます。まあ、やっぱり、そうですね。このディアブロというゲームの魅力っていうのがやっぱりあるのかなというふうにも思いますし、まあ、もちろんそのゲームとして割としっかりしてるんですよね。まあ、さっきから何回か言ってるんですけども、まあ、ディアブロとしては、確かに今までの遊びとはかけ離れてしまってるよっていうのはあるんだけど、まあ、MMO としては、そしてま、スマートフォンの中の MMO としては、まあ、かなりよくできてる。やれることも多いし、やり込み要素も多いし、まあ、戦闘も楽しいし、まあ、自分なりのいろんなことができたりだとか、まあ、あとは、他のスマートフォン MMO に比べて、まあ、課金の、まあ、なんだろうな、優しい。課金的には優しいと思うんですよ。ぶっちゃけ他のリネージとかに比べたら、課金の優しさ、無課金でも遊べるし、まあ、課金してる人も、そこまで搾取されないっていうところもあると思うんだよね。なんで、まあ、他のゲームに比べても割と良心的っていうのもあるんで、まあ、既存のディアブロユーザーから見てしまうとどうしても、まあちょっとね、これはねって思ってしまうかもしれないんだけど、まあ、別の視点から見るとすごくいいゲームでもあったりするんで、っていう感じなんで、まあかなり、成功を収めてしまっているという現状があるわけですよ。まあ、そういった感じでこのディアブロイモータルに関しては、まあ評判という意味では本当にまあ賛否両論あって、まあ評価しづらい部分ではあるんですけども、まあそのお金という意味、収益的な意味で言うと、まあ完全にこれ成功していると、まあ言っても過言ではないのかなというふうには思いますし、まあそれこそ、このスマートフォンゲームの収益って、いわゆるそのコンシューマーとかでゲームを出す、以上の、なんかその収益になるんだよね、結局。やっぱ買い切りのゲームって、割と、この回収率という意味では、まあ、悪くはない。もちろん売れれば悪くはないんだけど、そのスマートフォンゲームとかと比べてしまうとやっぱ低いんだよね。で、そのスマートフォンゲームで、やっぱその課金っていうところで、成功できるゲームの収益の回収率は、やっぱりそのね、他の買い切りのゲームと比にはならないっていうところがあって、そういった意味でも、やっぱり、この、今はね、ブリザード、ぶっちゃけ乗ってるのかな、というふうに思います。このディアブロイモータルは、そういった意味でも、やっぱ、スマートフォンゲームのマネタイズに成功してるという意味で、しっかりやれてるのかな、というふうに思いますね。はい。まあ、この成功をね、人によってどう見るかっていうのは全然、その思い入れによって違うかなと思うんですけどもね。まあ、いろんな見方があって、ぶっちゃけ、まあ、この成功を成功だと思わないでほしいっていう人もいるわけですよ。だって、ね、なんか、その、一部ではこんだけめちゃくちゃ批判されていて、まあ、既存のファンからもすごく批判されている、まあ、ゲームではあるのに、その収益面だけで見たらどう考えても成功してしまっているっていう現状があって、で、これを正解だと思わないでほしいっていう一ファンの意見もあるわけですよ。
ただ、他のファン視点からすると、このね、成功っていうね、ある種の、この収益での成功っていうところを、しっかり、その、ディアブロ4とか、他のゲームのところにつなげていってほしい。それは別にその、同じ形態でやってほしいっていう意味じゃなくて、資金面でもっと大きなことを、まあ、ディアブロ4とかでしていってほしいっていうファンの意見もあるし、本当に、その、どういう視点で、この成功を見届けるかっていうのをね、かなり人それぞれなんですよね。まあ、本当にバチバチ叩いてる人もいれば、まあ、そういった目で、こう、静観して、まあ、次につなげてほしいなって言ってる人もいれば、いや、普通にこのゲーム面白いよねって言ってる人もいるみたいな感じで。まあ、まあまあまあ、割れてますよと。割れてますよという感じですね。うん、まあ、個人的には、やっぱり、一ディアブロファンとしては、ちょっと今回のイモータルに関しては、残念ではあったんですけど、まあでも、MMO、そもそも僕好きなんですよ。結構好きなんで、まあそういった意味では、普通にやれてしまうっていうところがあって、うん、まあ普通にやっていますよという感じですね。まあ全然、なんかこれからも頑張って、なんかやっていってほしいなと思いますし、まあこのね、ディアブロイモータルって、っていう存在自体が、そのディアブロ4への、なんだろうな、まあ、入り口だったり、このディアブロイモータルっていうね、誰でもお金を払わずにとりあえずインストールすればスマートフォンでゲームができますよっていうディアブロイモータルがあるがゆえにね、その他のディアブロ2リザレクテッドだったり、ディアブロ3だったり、まあ、最新のディアブロ4への、そのなんかね、ポータルみたいな感じで、なってくれたらすごくね、やっぱいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、今までディアブロをやってこなかった人も、今回のディアブロイモータルを触れて、あ、ディアブロってこういうゲームなんだなってなって、まあ、扉を開けてくれて、で、まあ、そっからね、いろんなディアブロの作品に、まあ、手を出していくみたいな、そういう流れがね、このディアブロイモータルを通してできるのであれば、それはまあ、確かに、すごく、まあ、いいことなのかなというふうにね、ちょっと思いましたね。まあ、本当にこう、ね、一概に否定するのもまたちょっと違うのかなっていうふうにも思うんで。まあ、なかなか難しいところなんですけどね。はい。まあ、そんな感じでですね、このディアブロイモータル結構成功してますと。そして多分今後もそこそこ、成功していくだろうなという、そんな感じなのと、あと、2番目に課金してるのが日本という、このびっくり感。まさかね、このディアブロというね、あまり日本に浸透していないだろうと思われていたゲームの課金国第2位が日本という、うん、まあそういった意味でもね、多分、まあ日本へのサポートっていうところも、まあ、今後手厚くなってくるんじゃないかなというふうに思うんでね、まあそういった意味でもちょっと楽しみにはしていますという、そんな感じで、今回はこのディアブロイモータル成功していましたよという話をしていました。ぜひぜひ皆さんの意見もねお聞かせくださいという感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったら、ためになったら、楽しかったらなんか知んないけど、最後まで見ちゃいましたよというそこのあなたは、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいので、よろしくお願いします。このチャンネル毎日ね、ゲーム関連の最新情報とか、おすすめのゲーム紹介とか、ゲームレビューとか、まあこんな感じでね、まあなんかゲーム関連の話題をねずっとやってるので、よかったらね応援のほどよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。